信州に興味を持ち始めたのは大学時代からでした。スキーに来たり、山を眺めたり、毎年通ってるうちにこの環境の中で生きていきたいと強く感じるようになりました。別荘地内の古い家を購入して別荘として活用しながら通うこと14年、気候環境やコミュニティについての不安を解消し移住を決心しました。古い家を手に入れた時に買った薪ストーブや敷地内のカラマツを使った床材などなど、愛着のあるものに囲まれ毎日を忙しく過ごしています。